気泡ハンドスピナー爆発。今話題のハンドスピナーが爆発する。まさか手元で回るだけのあいつが爆発するなんて。衝撃的な事件が起きたのはアメリカのミシガン州とアラバマ州。日本でも話題になっているハンドスピナーが爆発するという事件が2件も起こってしまったそうです。回っているだけなのに爆発するなんて、そんなことが起こり得るんでしょうか。にわかには信じがたいこれらの事件。実は原因となったハンドスピナーは Bluetooth のスピーカーが搭載されていたもの。そのためバッテリーが内蔵されていたハンドスピナーだったんです。アラバマ州のハンドスピナー爆発事件では、充電したまま母親が家を出て5から10分後、息子が縁に気がついて叫んだことで母親も気がつきました。ハンドスピナーは45分ほど充電されていたようなのですが、気づかなかったら家が燃えていたかも。このハンドスピナーの製造者を確認しようと母親がパッケージを見てみると、そこにはメイドインチャイナの表記のみ。こういった商品は、急速に普及してきたために安全基準が十分ではなく、危険なこともあるのです。そもそもスピーカーを搭載しているハンドスピナーがあることすら知らなかったのですが、どんなハンドスピナーでも怪我には気をつけましょうね。引用。http://www.gizmodo.jp/2017/0/fizet-spinner-exploded.html ネット上の声。チャイナ互換シリーズに含めるか。飛行機内とかで爆発しなくてよかったね。充電式ハンドスピナーはロタ。ハンドスピナーにスピーカーつけると何の絵があるんだ。こないだ UFO キャッチャーで撮ったけど面白さが全然わからんので、ネタにしようと思って職場に持ってきたら、なんかしょっちゅういじってる。中国産で爆発しないのは爆弾だけだから。ペン回しと同じようなことやろな。こういうおもちゃの流行って総じてくだらないものだけど、ハンドスピナーは大化の頂点だな。ヨーヨー屋でアメリカンクラッカーすら知的な遊びに思える。これ実際やってみると妙に癖になるんだよな。意味なくしょっちゅう回してるわ。引用。http://gawain.blog.jp/archives/271-15025.html